2019の明治安田生命 J1 リーグ湘南ベルマーレ対大分トリニータというカードです。両チームのメンバーが入場してきたところです。 J1 での対戦は湘南の2勝です。2013年に2度対戦していまして、2対1、2対1というゲームでいずれも湘南が勝っています。さて湘南の予想フォーメーションをご紹介します。秋元、山根、坂、杉岡、岡本、斉藤、松田、鈴木、戸市、梅崎、竹富、そして山崎というのがスターティングメンバー。監督は張喜司監督です。さて大分です。大分のフォーメーションもご紹介します。ゴールキーパー高木から岩田、そして鈴木義信、高畑、松本、島川、長谷川、高山、そして同湯、小塚、藤本というメンバーです。杉岡ですかね。左足なら杉岡、杉岡が猛暑を起こしそうですね。あ、右だ。おお、梅崎でしたか。うん、梅崎ですね、はい、いい蹴りましたね。あ、今惜しかったですね。いい感じで落ちてきたんですけどね。あ、角角ですかね。うん、この流れの中から点を取ることができるか。ただこういう時はリスクマネージメントも重要ですよね。そうですね、藤本一人残っていますからね。はい、セカンドボール叩きに行きます。キーパー反応した。ああ、よく反応しました。リフレクションあったかもしれませんね。ありましたね、山崎触ったと思うんですけど、はい、まあ、ここで体入れたところで、まあ、杉岡ですかね、よく諦めずに戻しました。オンラインでしたね。さてフリーキック、どんなボールを入れてくるでしょうか。緩やかに声が落ちてくる。判定してシュート、キーパー抑えます。キャッチングしたところを褒めたいですね。いや、素晴らしいですね。よくキャッチしましたね。はい、あ、これはチャンスだ。シュートはブロックされた。ハンドがあったか。キーパー抑えます。藤本にチャンスがありました。トラップからのシュートまでは素晴らしかったんですけどね。鈴木、来ますね。藤本シュートゲット。大分先制。藤本今シーズンの7ゴール目です。いや、強かったです ね。52分のゲットです。51分から2分とお伝えします。ここハーフウェイライン後方からのパスでしたね。ここをうまく裏を狙って、まあ、その後も落ち着いていましたね。坂にも負けなかった。藤本常にこう裏狙っていましたし、あと体で前入った後、強さ見せた後のこのスライディングも冷静にかわしましたよね。はい、いいパスですね。あ、チャンスだ。竹富、山崎のところ、おっと、岡本ですか。ちょっとびっくりしました。慣れてるような中川からのパス、セカンドボール、シュートで打てるか。シュート、キーパー弾きました。旗が上がっています。もらったポジションがオフサイドでした。抑えたシュートでしたけどね。いや、松田のシュート素晴らしかったですね。斉藤のポジションオフサイドでしたね。
右サイドからです。松本、いやクロスバー、シュートをもう一回打ちます。マルタニー、惜しかったですね。惜しかったです ね、 ね、松本のクロス、オナユ高い高さもありますし強さもありましたしね。タッチライン狭いところ、さあ藤本勝負してもいいと思う。藤本シュート、ナイスキーパー。ここは秋元ナイスセーブです。ナイスセーブですね、まあ、ここ藤本、まあ、同じように確認しながら左足ね持ち替えてシュート打ちました。まあいいコース狙ったシュートだったんですけども、秋元もよく反応しましたね。そうですね、ここでホイッスルを加えてタイムアップ、0対1、フルタイムを戦って大分トリニータ藤本紀明のゴールが決勝ゴールでした。